走れ。危ない。よし、大丈夫か？ええ、もちろん。ちょっと待って、血が出てる。大したことないよ。とっととここを出よう。くそ、ダメ、動け。どこかへお出かけか？いや、エディ、てめえまさかマジで俺から逃げられると思ってんのか？ああ、まさか。ただレディに島を案内してあげようかと。うせえ。てめえも奴らの一味だろ。何？そうだ、この俺様を騙して宝を独り占めしようって魂胆だろ。ああ、もういや、何なのよあの男。エディ、少し落ち着け。てめえもここで運が尽きたんだ。見ろ、逃げ道もねえ。さあ、地図を渡せ。捕まってろ。分かったよ、負けた、認めるよ。おい、そこを動くなよ。落ち着け、テディ。言われた通り地図を出してる。捕まってろって言っただろ。捕まってるわ。早く地図を貸せ。おいおい、動くなって言ったくせに。お前がこっちに来て持ってけよ。ねえ、体幹。ああ、またかよ、こいつら。もうしつこいわね。よし。よせ。よせ。やばいことになってきた。ほんとね、橋の上で日焼けでもすればよかった。バケーションのつもりか。ね、ちょっと来て、これ見てみてよ。それまだ使えたのか。まあね、これ見て。いい？この港の建物だけど、昔この島に来た船はみんなここで荷物を下ろしたのよ。エルドラドの財宝がこの島に運ばれたなら必ずここを通ったはずよ。ちょっと待って、今のはなんだ。何？巻き戻し。どれ？そこだ、止めろ。何？ここ？これだ。島から脱出できる。行くぞ。脱出って、まさか諦めるの？奴らは大勢、こっちは二人だ。ここまでやってこられたじゃない。エレナ、サリーがどうなっちまったか忘れたのか。
さあ行こう。ここまで来て諦めんのね。情けない。私は残るわ。はあ、分かってるのか。シャレになってないんだ。さあ行くぞ。ここはヤバいんだ。それでいいの？エルドラドの財宝もフランシス教もどうでもいいわけ。何言ってんだ。死んだらどうしようもないだろ。死ぬって。分かったわ。でも港を通らなきゃ先には行けないんだから。大丈夫だって。二人ならきっとなんとかなるわ。そう、きっとよ。待て。今回は俺が運転する。了解。わからないわ。なぜこの村が歴史に残されていないの？敵さんのご登場みたいだぜ。タルを撃て。ここで何があったの？町全体が洪水で沈んだんだ。援護してくれよ。口を見つければいい。ねえ、呪われた宝について読んだことがある。でもまさかそんな。まさか呪いなんて信じてんじゃないだろうな。これだけは言えるわ。ここでは良くないことが起きた。村全体が突然消えるわけないもの。他に説明がつく？あのケーブルを伝っていくとね。はあ、調べてみよう。ここでジェットスキーの見張り板をするわ。あなたは塔に登れるかどうか見てきてよ。Yeah.
夫？危ない。やっつけろエレナ。ねえ、あなたには塔に登ってもらうわ。集荷場跡で会いましょう。ヤツがいたぞ。どうしようか。